日本神奈川県川崎市宮前区、五所塚五所塚は、神奈川県川崎市宮前区の町名。現行行政地名は、五所塚一丁目及び五所塚二丁目。2016年11月末現在、住居表示は施行されていない。郵便番号は216-0021 21。面積は0.154平方キロメートル。宮前区の北部に位置する。 玉丘陵の斜面に宅地が立ち並ぶ町である。五所塚は北端で玉区町尾と東端で新木本町と南端で平と接している。面積は以下の通りである。当地はかつて武蔵国吉住郡長尾村と同郡平村の各一部であり、ほとんどが畑で占められていた。戦後昭和34年により川崎市によって山を切り崩したにを埋める。 大規模な宅地造成が行われ、造成中は、長尾団地、分譲住宅地完成後には、五所塚団地と名付けられ、独立した町域となった。五所塚第一公園内にある南北に五つ並んだ、塚に由来する。この塚には、平野正門の乱の兵士、あるいは長尾景虎の従者の墓という言い伝えもあるが、十三塚と同様に、 村境を鎮護する振興施設という見方もなされている。御所塚が成立する前の時は以下のようになっていた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上戸駅と川崎市バス、菅尾営業所を結ぶバス、向こうが岡遊園駅と梶谷駅を結ぶ東急バス、 久慈駅の堀戸駅と紫陽花寺を結ぶ、コミュニティバス紫陽花号が当地を経由している。ありがとうございます。